こんにちは、メイオウ本人です。本物です。皆さんはメイオウになりたいですか？最近もツイッターで新たな冥王が生まれたとして話題になりました。 APEX で冥王になるためには必要な技術がたくさんあるらしいので紹介したいと思います。もし冥王を見つけたという方いましたら DM で教えてくださると嬉しいです。まずはこちらの映像を見てください。いや、冥王になると常人とここまで違うんですね。まず最初に皆さんは真ん中の画面に目が行ってしまい、レイスなのにミラージュのトロフィーを持っていることに気がついていないと思います。これに気がついた方いますか？気がついた方は周りをよく見る能力が優れているので冥王に一歩近づいています。あと2年ほど修行したらさらなる高みに行けると思います。まあそれは置いといて、試合が始まったら画面の真ん中に人型の白色のシルエットが見えます。これは相手の位置が壁越しでも見えている状態です。なぜ壁越しでも相手が見えているのでしょうか？正解は見聞色です。冥王は武装色、見聞色、覇王色の覇気を使えるのは当たり前ですので、この画面で相手の位置が分かるのは見聞色を使っているということになります。見聞色って何？と思った方いますか？簡単に言うと、相手の位置や行動が見なくても分かってしまう能力です。 APEX の冥王はその見聞色を常時使用しています。ちょっと何言っているか分かりません。これは見聞色です。この画面を見てください。見聞色で壁越しの敵が見えているのはもちろんです。さらに見聞色を極めればミニマップにも相手の位置が映っています。視界外の敵も見逃すことなく、しっかりと見聞色で位置把握しています。さすが冥王といった感じですね。続いては戦闘シーンを見てみましょう。冥王と言われている人の戦闘は見ておいて損はしないです。振り返ってみましょう。ここはあまりエイムが良くないですね。そう思った方いると思います。冥王でもやはり人間エイムが完璧とは言えません。いや、そんなことなかったですね。ここはバチバチに当てます。さすが冥王、エイムをせずに腰打ちで前段相手に当てています。何なんですかこれ。敵が画面の真ん中にいないのに弾が相手に吸い込まれてる気がします。闇の実は相手の攻撃を引き寄せるという弱点があるので、もしかしたら相手が闇の実を食べていたという可能性があります。ですので確認のためもう一試合見てみましょう。関係ないですね。違う敵なのに前段引き寄せています。これが冥王の力です。どうやら闇の実は全く関係なさそうです。この戦闘でもエイムすることなく腰打ちで相手に前段当てています。僕も試してみましたが、全くと言っていいほど腰打ちじゃ前段当てられません。冥王はここまでしないとなれないということですね。あれ、ちょっと待ってください。相手が何のキャラなのか見る前から分かってますね。見聞色でここまで分かってしまうなんてちょっと怖いですね。続いては別の冥王の映像です。
相手の位置、相手の体力が見えています。ここは見聞色を極めているので当たり前の光景です。では先ほどと何が違うのでしょうか。戦場をよく見てください。武器すべてにピンが刺さっています。どこに何の武器があるのか一目で分かってしまう。僕は何度も戦場に降りてみましたが、全くと言っていいほど武器の位置がつかめませんでした。もしかしたらいずれ見聞色を極めすぎて未来が見える冥王も出てくるかもしれません。続いても冥王の戦闘をご覧ください。まず効果からですね。お、なんか挙動に違和感があります。このまま見てみます。はい、まず冥王たるもの見聞色は基本です。相手の位置、体力すべて見えています。腰打ち前段当ても当たり前ですね。さすが冥王。え、もう一度見てみましょう。急に立ち止まって急に動き出した。何なんですかこれ。相手は普通に動いているのでピンが高くてラグいってわけじゃなさそうです。止まった後常人よりも素早い動きをしています。皆さんは光の速さで動いたことありますか。この冥王は光の速さで動いている気がします。別の戦闘も見てください。ああ、もうよくわかりませんね。この冥王は常人ではとても理解できない領域にいます。もちろん僕も光の速さで動けるか試しました。ですがうんともすんとも言いません。やり方がわかりません。素晴らしいキャラコンです。冥王は PC 版だけではなくモバイルにも登場したようです。次の冥王は Apex モバイルで発見されました。見てください。さあ確認しましょう。いきなり浮きました。もう常人じゃよくわかりません。武空術を使い始めました。そして空から敵を撃っています。何なんですかこれ。この世の終わりみたいな光景になってます。しかもなんか撃ったところがクレーターみたいにへこんでますね。もしかしたらこの冥王の銃は AR の形をした大砲なのかもしれません。モバイル版に一足先に大砲が追加されました。さすが冥王です。もう訳がわかりません。僕も空中ぐらい簡単に飛べるかなと頑張ってみましたが、全くといいほど飛べる気配はありません。武空術を使える方、やり方教えてください。続いては冥王の必殺技と思われるものを映像に収めました。ご覧ください。神の怒りです。冥王たるもの空から大砲の砲撃を降らすのも朝飯前といった感じでしょうか。この建物に何か恨みがあるのか、それともここに潜んでいる人をとても恨んでいるのか、どちらかは分かりませんが、ここ一帯に恨みがあるのは間違いないと思います。冥王の怒りを買ってしまった敵さんには同情しかできません。皆さんも冥王を怒らせないことをおすすめします。もちろん僕ももしかしたら同じように隕石を降らせることができるかもしれないと試しましたが、結果は言わなくてもわかりますね。冥王になるためにはどのくらい修行しないといけないのか僕にはわかりません。よく外部ツールとかいう謎の単語を聞きますが、僕にはわかりません。チーとあんまりわかんないですね。続いても冥王の技です。ご覧ください。What the hell is that? What? Are you... What the hell?
これも冥王の技の一部なのでしょうか。スモークが何発もこちらに向かって放たれています。こちらの視点ではスモークで視界が真っ白で何も見えません。見聞色を使えるようになるため視界をなくすという修行なのかもしれません。冥王にはなりたいが戦場でいきなり修行してくるなんて鬼教官にも程があります。これを乗り越えてこそ冥王になれる器ということなのでしょうか。冥王になれば何発もスモークを撃てるということですので、もしかしたらスモーク以外にも放てるようになるかもしれませんね。あ、放てるようですね。さすが冥王、俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。続いてはこちらです。映像を見てください。あ、もう訳が分かりません。これはロボットアニメのワンシーンではありません。エーペックス内の出来事です。皆さんはどうしますか？ボケーっと移動していたら、空からミサイルが発射されたら、考えたくないですよね。でも安心してください。これは冥王ではなく、エーペックスモッドと言われる、エーペックス内のデータを好きにいじって遊ぶモッドです。オンラインでできるものではないので、これが普通に戦場に現れることはないので安心してください。もし現れてしまったら、僕たちも冥王の力を借りるしかありません。続いてはこちらの冥王の映像です。アリーナの映像です。ご覧ください。何なんですかこれ。試合が開始した瞬間ぶっ飛んでいます。モサはよくレイスを使っているので、間違いなくこのレイスは冥王に一番近いレイスであることは間違いありません。敵をしっかり倒しているあたりからして、もしかしたら本当の大砲はレイス本人なのかもしれません。どうやったら大砲移動ができるのでしょうか。スーパーグラインドができない僕には無理なんですか。わかりません。できる方いましたらコーチング依頼します。といった感じで、今回は冥王の能力を紹介しました。もしかしたら冥王はすぐ近くにいるかもしれませんので、お気をつけください。皆様は常人のままがいいので、 Apex では冥王に憧れないようにしましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。終わり。